ぶっ壊れ最強プレイヤーランキングトップ3。第3位沢北栄治。圧倒的な高校ナンバーワンプレイヤー。父親の鉄沢北に幼少期から鍛えられており、今や日本でワンオンワンで沢北にかなう者はいないと言われるほど、沢北のテクニックだけで、湘北をボロボロにするシーンは非常に衝撃的だった。バスケのスキル的には火の打ちどころはないが、感情にムラがあり集中力に欠けるなどの弱点がある。第2位川田雅史。山王工業の大黒柱で全国ナンバーワンセンター。高校生ながら、大学に入ってもセンターベスト3に入ると評価を受けている。フィジカルとスキルが圧倒的で、あの赤城が、完膚なきまでに叩きのめされたのが印象深い。おそらく、高校生で川田にかなうプレイヤーはいないと思われる。様々なポジションを経験していたこともあり、シュートコースの範囲が広いのも特徴である。第1位仙道明、陵南高校のエースプレイヤー。かなりマイペースな性格をしているが、試合になると圧巻のプレーを見せる選手である。本来のプレイスタイルは超攻撃的だが、周りの選手を生かすオールラウンダーとして活躍している。海南との一戦では巻きと互角以上の戦いを見せた。もし陵南の選手層がさらに厚く、仙道が自由に動ける構成だったら、全国で仙道を見れたかもしれない。